そう。そうだ、カマキリのとこありました。うわ、ねえ、なんていう名前でしたっけ？え、へのへのもへじの歌。へのへのもへじの歌。れ？ん？これじゃないな。そう、し、あ、それだ、これだ、これだ。あ、懐かしい。なんか、へのへのもへじの歌は、お風呂場のガラス戸にへのへのもへじを書いたらば、悲しそうに悲しそうに泣き出した。きっとお腹が空いたんだ空いたんだっていうのが4回あるっていう。そのお風呂場だったらへのへのもへじ書いたら多分落ちてきちゃうじゃないですか、水滴が。でもそれを悲しそうに泣き出したって書いてるのがすごいなって思ったのを思い出しました。懐かしい。 こういうのをやってました、小学生の時に。7期生のクレちゃん多分英語ペラペラです。なんか LINE ブームさんで7期生特集をされてたの時に見たんですけど、なんかクレユーナちゃんは英語を音読するみたいなのがあって、もう本当にペラペラでした。発音良すぎってなって、そう、びっくりした記憶があります。すごい。 ね、私は一時期じゃないな、私はすごい韓国語も話せるようになりたくて、そう、勉強してたので韓国語も少し話せます。オーヌルドファイティン。これは今日も頑張ろうって言いました。自己紹介。おお。こんにちは。저는이사미입니다。제가좋아하는食べ物는만두예요。これは私の好きな食べ物は餃子ですって言いました。でも食べ物を韓国語で何て言うのかを忘れてしまいました。음식。餃子は韓国語でマンドゥって言います。사랑해요。食べ物は음식だよ。오자제가세상제가좋아하는음식은만두예요. 요리。오なるほど。 すごいな。 おはようございます。ドラマで電話に出るシーンで「呼ぼせよ」みたいなのよく聞くイメージ
確かに、なんかもしもしは韓国語で呼ばせよっていうのねそうですね、よく聞きます。確かに、おはようございます。あっという間に、おう、1時間が経ちそうです。あっという間、あっという間だそう、昨日なんかチーク菓子作りの配信をしたんですけど、2つしか作れなくて、なので今手元にまだ残っております。また時間があればやりたいな。うんうん、ふむふむ、すごいあった、ただお、ウォンさん、アットマーク香港さん、タワーありがとうございます。どうちぇありがとうございます。そう、なのでまだまだありますね、ね、すごいですよね。かき氷はあるんです、チョコバナナもあって、リンゴ飴もあって、トウモロコシもあります。すごい本当にすごいね、ね、楽しいですよね。これすぐできるかな。そう、また改めてチーク菓子の配信しようって思ってます。ちょっともうなんか学んだので、前回の配信で結構工程がたくさんあることを知りましたなのでちゃんと計画的にやらなければいけないなと思いました。やっぱり最近のお菓子はすごい凝ってて、すごいクオリティの高い、クオリティが高いんですね。なのでまた配信したいと思います。そう、イベントが終わったら結果に関係なくお礼配信をしようと思ってるので、はい、ぜひそちらも楽しみにしてくださると嬉しいです。そう、 A の粉とか B の粉とかいろいろ粉があって、すごいです本当に凝ってる。何しよう、私は6時半からメイク配信をしようと思ってたので、もうメイク配信をしちゃいたいと思います。イエーイ、2枠目です。すごい、1時間あっという間でしたしょ、お話ししながらメイクしようと思います。なんか配信はすっぴんのことが多いんですけど、なんか改めてメイクするの初めてなので、なんかちょっと緊張しますよいしょ、手を拭きます。うわ待って、恥ずかしい、アラーム鳴っちゃった。この音量でアラームをセットします、してます。ちなみに恥ずかしい、今のアラームはニッコニッコニーです。ちょっとごめんなさいちょっとはい、ちょっと朝が弱いのであ朝が弱いので
一番大きくしてたんですけど、まさか今なると思ってなかったです。キャーすみません。そう、矢沢ニコちゃんのニコニコニーをアラームにしてます。はい、はい。じゃあメイク配信をしていきたいと思います。はい、ちなみに私のメイク道具はこちらです。これとこれがあります。これは筆が入ってます。メイクブラシとかがを入れてあります。よいしょ。あ、びっくりした。もうびっくりした。もう今ので目が覚めました。完全に完全に目が覚めちゃった。ちょっとはあ。よし、こっちも目が覚めて、うわー、すいません。ちょっと予想外でした。私ももう全部アラーム解除したと思っていたらまだ残ってました。待って、これいきますか。顔的に はい、すっぴんです。もうすぐにわかると思うんですけど、では始めていきます。もう朝起きて洗顔して保湿まで終わってるので、してメイクをしていきたいと思います。ちなみに今使ってる鏡はこれです。あの NMB さんとポムポムプリンがコラボしてた時の鏡をもうずっと使ってます。3年ほど使ってます。よし、それでは始めていきます。すごいちょっと緊張します。じゃあまず下地から塗っていきたいんですけど、いつもはメイクスポンジにお水を吸収できるメイクスポンジでポンポンってしてるんですけど、今日はなくなってしまったので普通のメイクスポンジを使います。いつも使ってるメイクスポンジはあのダイソーに売ってあるなんかこういうハウス型のスポンジ15個くらい入ってるのを使ってます。で、下地はあのラロッシュポゼっていう下地を使っております。これはパールホワイトの色味を使ってます。私の昔飼ってたハムスターもパールホワイトっていう種類なので親近感が湧きます。このくらい出しました。緊張しますね。でも塗っていきます。ちょっとこれフィルターを、ちょっとこれ鏡が怖いですけど反対にならないように。そう、初めてのメイク配信です。私あんなにずっとすっぴんなのに初めてです。いつもメイク公演の前はメイク大体1時間ぐらいかかるんですけど、もう本当に本気を出したら20分でいきます。本気を出せばいけます。最近は公演の開演前に推しドリンクを飲むことが多くて、いつもだいたい自分のフレーバーを頼むことが多いです。よいしょ。あ、ちょっとメイク配信しますって書こうかな。メイク配信
します。いしたらあのスポンジでこうなじませるときはあのいつもこのコーセーさんのメイクキープミスト、もうこれは本当にみんな持ってるんですけど、もう崩れないメイクをキープしてくれるミストなので、これを絶対にスポンジに振りかけてます。もう本当にみんな持ってるミストです。こちらはこれでポンポンってします。メイクレシピでもがみちゃんも使ってた。そうそうなんですね。もうみんなマストで持ってるものです。こちらはやっぱり劇場公演って汗をかくじゃないですか。だからメイクが崩れやすいので、それを防ぐためにミストはどれくらいの頻度でかけるの。ミストはあの私はスポンジに2、3プッシュしてベースメイクが終わって、あの3プッシュほど顔にかけて、でもうメイクが全部完成して5プッシュかけます。かけすぎかけすぎなんですけどそうなので、おしゃべり会とかだとそんなにたくさん動いて汗をかくってわけではないので、そんなにメイクキープミストを振りかけるわけではないんですけど、はい、下地が終わりました。そして次はファンデーションですね。使います。ファンデーションはバニラコのホワイトクッションのアイボリー、21番のアイボリーを使ってます。なんか HKT に入ったばっかりの頃はメイクの経験があんまりなかったので、なんかもうお母さんからメイク道具を貸してもらってそれを使ってました。あ、ファンデーションもなんかファンデーションについてるパフじゃなくて、私はいつも自分のスポンジにこうやって含ませてポンポンってしてます。危ない。そう、ちょっとメイクが早いかもです。今日まだ2つの工程しかしてないんですけど。メイクレッスンはありましたか。メイクレッスンはありました。入ってすぐの頃に、割とすぐの頃にあって、で私はアイラインが下手っぴすぎて、すごい教えていただいた記憶があります。見てください、白くないですかこっちすごい。ファンデーション、なんか配信終わる頃には配信始めた時と顔が違うってなるかもしれないしれないんですけど、ヨッピさんからならの違いますヨッピさんは多分メイクしないですね。メイクさんからメイクさんから習ってます。ほら白くないですかもうこんなにトーンが明るくなりました。 KO で一番早いのはちなみに誰。でもリンカはもうパッて見たらもうメイク終わってる印象があります。多分手際がいいのもあるし、なんだろう、もう本当に割とねすぐ終わってるイメージがあります。いい感じかもしれません。私はなんかすごい肌が敏感というか、ちょっとしたことで荒れてしまうので、基本なんか一回使って荒れなかったものはもうずっと使い続けるようにしてて、なのでこのラロッシュポゼの下地とバニラコのファンデーションは最近ずっと使ってます。そう、なんか
あの夜更かししたら、夜更かししたり、あの揚げ物とかを食べたら、もう本当にすぐあの肌が荒れちゃったりするのでもあるし、あの化粧品で合わないのもあるので気をつけてます。あ、え、ほら、ちょっと待って、始めた時より、配信始めた時より肌が白いです。いい感じ。ポンポンポン、おはようございます。よし、できました。ちょっと分かりやすいように、なんか大事な日に限ってコンサートの前日とか、なんか撮影の前日とか大事な時に限って肌が荒れてしまいがちです。悲しい。はい、できました。それでは次はコンシーラーを使います。使ってるのはあのデイジークのなんか9色ついてるコンシーラーパレットを使ってます。これはなんかコンシーラーってこうなんか例えばちょっと荒れてるところとか赤くなってるところに塗るんですけど、なんか乾燥しやすいんですね。でそれが原因で崩れたりもするので、これにもメイクキープミストを振って使ってます。でも割と今日は調子が良さそうです。嬉しい。そうです、色を調整する感じで、なんか肌のお顔の肌のバランスを 保てるようにしております。あとはいいかな。よし、こんな感じですかね。なんかあの HKT48 はこうメンバーが多いじゃないですか。だから気になってるコスメとか持ってる子たちもたくさんいるので、あの同期でこう、あ、これ使ってみたかったんだよねっていうのをよくなんかお互い貸し合いとかしたりしてます。あ、大阪のターさん、クマ10連ありがとうございます。くまくまありがとうございます。そう、貸し借りできるのがすごいなって思ってて。よし、こんな感じでベースはほぼ完成しました。なので次はパウダーで、なんだろう、今ファンデーションなんてちょっと触ったら手についちゃうので、そうならないようにパウダーを塗ります。こちらは T-FIT のパウダーです。はい、これは色は01番のホワイトを使ってます。おいしょ。なんかあの HKT に入る前はお化粧とかメイクとかにあんまり興味がなかったんですけど、HKT に入ってなんかコスメが好きになりました。なんかコスメを探すのも好きだし、なんか見るのも好きです。でもパウダーをつけすぎちゃうと乾燥してしまうので、私は適度にというかつけすぎないようにしてます。特にここら辺は乾燥してしまうと終わりなので、本当に
全部畑終わってからの最後でここにちょっとポンポンってするぐらいにしてます。でなんか肌がちょっとサラサラになったかなっていうぐらいでパウダーは終わります。本当になんか珍しく今日は肌の調子が良いですびっくり。はい、ベースメイクが完成しました。で、そしたらいつも劇場公演がある日はベースが完成してメイクキープミストを振りかけてるんですけど、今日は劇場公演ではないので、あ、でもリハーサルがあるのでやっぱり吹きかけます。はい、こんな感じでベースメイクが終わりました。肌が白くなりましたそれでは次は眉毛を描いていきたいと思います。私は結構しっかり形があるタイプなので、もうかたどって眉に色をつけるぐらいにしております。あ、使っているのはどこのだろう、ビボアイフル眉積み A のアンバーブラウンを使ってます。そう、ペンシルタイプを使っております。結構眉毛を上手に描けるようになりたいんですけど、今修行中です。なんかあ、すごい、ガラスの窓の四角い青空、何が見えてて何が見えないのか、僕らはいつも地球の中心で、世界のわかってる気がした。はい、こんな感じでちょっと色が足りないところに加えて、編集されたあ、間違えた、ニュースのようにそこにあるのか真実。はい、できました。そしたら眉の形を取ったら眉マスカラで色を少し変えます。はい、使ってるのはこちらです。ヘビーローテーションのカラーリングアイブロウを使っています。これでなんか今もともとの眉毛の色が黒色なので、これをちょっとなんだろう、茶色というか抜け感のある色にしていきます。ほいほい、いつもメイクしてる時劇場公演前はメンバーとおしゃべりしてたり YouTube を見たり、あと音楽を聴いたりしてます。そう、最近フルーツジッパーさんの音楽にハマっておりまして、最近ずっとニューカワイイとフルーツバスケットっていう歌を聴いてます。さあ、アップデートしよう。はい、眉毛完成しましたそうなんです、眉毛にマスカラとかあるんです。だんだん顔ができてきましたね。茶色になりました。さっきまで黒だったんですけど茶色になりまして、そしたら次はアイシャドウをしていきます。目ですね。と使っているのはこちらです。デイジークのよいしょ、この色、これは05番のサンセットミューリーっていう色味を使ってます。
秋にぴったりな色味です。よし、それではいつもこうやって筆がメイクさんの身に入ってるんですけど、これは使ってます。そしたら使ってる筆はロージーローザの筆を使ってます。よいしょよいしょ、塗っていきます。すごい、なんかメイクってすごいんだなって常日頃思うんですけど、もうここ最近は特に思います。今日の配信が終わった後も多分始める前とはまた全然違う顔になってる気がするので、ビフォーアフターもお楽しみにです。ね、絵を描いてるみたいですね。なんかメイクを始めた上でもう一回美術の授業とか受けてみたらまた変わるんじゃないかなと思って、5とかになってすな、なれるかもしれないなって思ってきました。ほいほい、ちょっと色味をつけました。はい、最初にこの一番上の真ん中の部分でこの目の周りを塗りました。そしたら次はさっき使ったこの筆とは一回り小さいロージーローザの筆を使って、この色味とこの色味をこの二重の幅に沿って塗っていきます。私がメイクですごい重要視しているのは涙袋なんですけど、もう涙袋は絶対にぷっくりさせるぞの気持ちで涙袋を作ってます。目の周りもちょっと色を足します。こんな感じですね。こんな感じで塗れたら次は目の端っこの部分にこの茶色を塗ります。私はなんだろう、なんかいろんなメイク道具のレビューとかを、メイク道具買うときに一つのもの買うのに大体2週間かかるんですね。それもなんかいろんなのと比べてやっぱりこっちがいいかな、やっぱりこっちがいいかなって迷ってしまうので悩みがちです。そしたらこのラメを使って目の上をキラキラさせていきます。でもやっぱりリハーサルの時にメイクしてるとなんか自己肯定感というかモチベが上がる気がします。なのでリハーサルがある日毎日メイクしたいんですけど、でもやっぱり眠くて朝起きれなくて結局いつもすっぴんでやってしまいます。はい、そしたら目の周りがオレンジになりました。そうしたらですね、次は一番私がこだわっている涙袋のメイクをしていきたいと思います。おはようございます。涙袋はまずこのぷっくりさせるために
これを使ってます。 Too Cool for School のアートクラスっていうペンシルタイプの涙袋ライナーなんですけど、これを涙袋に塗ります。これはメイクさんからお借りした時にもうびっくりするくらい涙袋がぷくってなって、もう秋のセールみたいなしてる時に買いました。まあうーん、何歌おうかな。私は立てる憧れていたステージ誰か。はい、そしたらちなみにこれは2色使いしていて、こっちが01番でこっちが何番だろう、ちょっとピンク味が入ったものです。一人だけ、これもちょっとピンク味が入ったのを涙袋の中心にだけ塗ります。はい、できました。そしたら次は、え、わかりますか、ちょっとこことか立体感が生まれているのですが、で次は影を描いていきます。涙袋の影を描いていきたいと思います。いつも影はこちらのクリオのプロアイパレットミニの01番で影を描いてます。こちらはあの中学2年生の時にお友達から誕生日プレゼントでいただいて、そこからずっと使ってます。この一番濃い色をちょっと先のとんがっている筆でこうやって取って、一回ティッシュの上にチョンってして、ここで形を取っていきます。なのでなんか涙袋だけのメイクだとなんかナチュラルなので、なんかちょっと今日お仕事なんだけど、ちょっとなんか朝得意じゃないですけど、なんかちょっと涙袋ぽっくりさせたいなって思ったら、なんか影だけでも描くとすごいぽっくりします。今影を描いたんですけど、これを指でぼかします。完成しました。そしたら最後にじゃない、まだ全然アイシャドウの筆を取って、さっきのこのパレットのこの色味、薄めの色味を涙袋に塗って、なんか涙袋が白浮きしてしまわないようにちょっとかぶせます。かぶせて塗ります。こんな感じですね。はい、塗りまして、したらこのおはようございます、この細い筆、もう本当に細い筆で、ね、ここの目の際を塗ります。
がちょっとだけぷっくりしました。よいしょ、ちょっと待ってくださいね。お、もう7時だ。あと1時間です。下見えるかな。こんな感じです。うん、筆が目に入ったりしないの？最初はもうすごく入ってました。でも痛いんですね。なので極力気をつけてはいます。うん。またアラーム鳴らないかな。ちょっとね、ちょっとこれは心配なんですけど。多分大丈夫です。わあ、ゆうすきりさん、くまたわありがとうございます。かま、アイメイク完成バージョンありがとうございます。したら最後に涙袋にラメをのせます。はい、どうですか。したら次はまつげ、あ、の前にもう一度これで、このパレットで細めの筆の一番濃い色を取って、私はいつも目の下にここのラインに一番濃い色をのせてます。私はなんかいろいろなんか日々メイクを研究しているんですけど、なんかここからここの距離、中顔面の、中顔面って言うんですけど、中顔面の距離を近づけたくて、そのためにここになんか塗ると短縮して見えるっていうのを聞いて入れるようにしてます。こっちにも入れます。少し前までまつげのパーマ、まつげパーマみたいなのをしていたんですけども、取れてしまって、うん、おあげよし、こんな感じでちょっと茶色を入れました。はい、もうなんかだんだんはっきりしてきました。そうしましたらまつげを作ります。ちょっと片付けしながら、この資生堂のビューラーを使ってまつげを上げます。こっちも、はい、上げました。そしたらまずセザンヌのクリアマスカラを使って、なんかなんだろう、ちょっと水分を私は入れてます。入れてなんか次のマスカラのマスカラ液が入りやすいようにしてます。そういう気持ちでいます。信じています。やっぱり気持ちは大切なので、マインドがね、大事です。ほいほい、はい、バッチリ上がって、したら次はマスカラですね。すごい、こんなに解説するの初めてなので。ありがとうございます、見てくださって。マスカラはエチュードのカールフィックスマスカラのブラックを使ってます。なんかリンカとかカレンは本当にまつげが上手で、まつげなんだろう、すごくまつげがパッチリするんです。だからね、いつもすごいなって思って見てます。だから下まつげにも塗ります。
っちりそしたら左にも塗ります。よいしょ、今でも君が一番だ。卒業アルバムの制服の羽広げ。やめないで。おはようございます。ずっと輝いてる君を見たい。もうあ、お腹鳴っちゃったもうはい、まつげ完成です。もうずっとずっとずっとステージにいて。そしたらありがとうございます。もう一回ピューラーで上げます。私がもし君のとこ離れたら、君はちょっと寂しくなるかな。さあアップデートしよう。大好きな人がニュー可愛かったじゃん。私のせい。はい、たらアイメイクが完成です。ありがとうございます。次はノーズシャドウ、鼻をなんだろう、はっきりさせるのをしていきます。筆はこういう、おう、とこのケイトのデザイニングアイブロウ EX05 番を使って塗っていきます。新幹線がストップしたので高速バスで移動中です。まあ、ありがとうございます、見てくださって。そうなんですね、高速バス、すごい、なんかディズニーを待ってならないで、あのディズニーランドに行った時に初めて高速バスを使いまして、そう、なんかやっぱり私車の揺れが好きで、なんかそのちょっとした振動で寝てしまうんですね。なのでとっても好きですはい、したらもうなんかしたらちょっとこの細めのブラシ、平たいブラシを使ってこの鼻先にシャドウを入れていきます。こんな感じで入れたらパフでぼかします。腰が痛いです。でもそうですよね、ずっと座ってたら痛くなりそう。はい、はい、できたら次はハイライトを塗っていきます。ハイライトはもうこれは入ってからずっと3年ぐらい使ってるセザンヌのパールグローハイライトの01番を使います。すごいです。でももう割と終わりそうです。私何時だろう、10分、全然終わるぞこれは。したらさっきとは違う平たいブラシで、夜行バスの深夜のパーキングエリアのコンビニ行くのが楽しみ。あ、確かに深夜だけどちょっと食べちゃおうかなとかいうのもできますね。最高だ。ハイライト、お、塗りました。このツヤがハイライトです
すごい。したら次はチークですね。チークはもう本当に終わります。私もう終わっちゃう。このルナソルのピンクのカラーリングチークスの EX02 番ライトベージュピンクを使ってチークを塗ります。筆はロージーローザです。なんか昨日チーク菓子を作ったじゃないですか。でなんか買いに行く前に母になんかチーク菓子買ってくるって言ったんですね。そしたらなんか持ってるよみたいな、家にあるよ貸そうかって言われて、チーク菓子を貸す？ん？どういうことって思って、あるとって言ったらなんかチーク菓子じゃなくてチークが出てきて、あ、そっちのチークじゃなくて汁に育むって書く方のチーク、チークって言って、なんかコントみたいな、すれ違いコントみたいなのしちゃいました。これは自然にナチュラルにピンクになるので好きです。これもメイクさんから貸していただいてゲットしました。私のメイクのポイントは鼻先と顎にもチークを入れることです。できました。したら私はやばいこっちにしとこう。あとはリップですね。リップはこのクリオの D ティント05番を使っております。これを塗ります。まんまそしたらあれ？もう終わってしまうのではないですか？したら忘れてないよね。このキャンメイクのシェーディングパウダー01番でシェーディングをしていきます。最後によいしょ。これはエチュードハウスのブラシです。ちょっと影を入れてフェイスラインを出そうという試みです。待った時間、まいたけぐる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 、まいたけ、なんか今 TikTok ね、まいたけぐる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 みたいな音源が流行ってて、それをリンカとココちゃんがしてて可愛かったんです。そしたら完成しました。そしたらメイクキープミストを振りかけます。ということで終わりましたやった。したらよいしょ、ちょっと待ってね。よいしょ。はい、完成しました。前髪のセットをしたいところなのですが、ちょっと癖がついてるのでもうちょっとだけこうします。ということで私のメイク配信でしたやった。意外とすぐ終わりました。まだ7時16分です。すごいちょっと収納しますね。
私はメイク道具とかもなんかきっちり並べたくてお家の中で、よいしょよいしょ、意外とそこはちゃんとしてます自分で言うの、はい、よいしょ、終わりました、ごめんね、よし完成です。どうですか、始めた時よりも顔が明るくなりました。ちょっとよいしょ、やったー、かわいい、ありがとうございます。よし、ありました。こうしていつも私のメイクは完成してます。意外と40分とかで終わりました。そう、ちなみに私の前髪のポイントはなんかちょっと前まで触覚ここの横の部分が量が多かったんですけど、なんか私は多分量が多いと顔がなんか結構ダボって見えてしまうので、少なめにしてます。前はこんぐらいあったんですけど、ちょっと印象が重くなる気がして減らして取ります。前髪のポイント、よし、キャー、おはようございます。40分早い方です。なんでだろう、おしゃべりしてたのにすぐ終わりました。どうしよう、まだ時間があります。そしたらチーク菓子作っちゃおうかな。ちょっとちゃんと作り方を見た上で、多分この時間で作れそうなので作りたいと思います。ホイップケーキ屋さん作ります。ちょっとしっかりめに手を拭きます。2回拭いとこう。よし、大丈夫です。それでは作っていきます確かに朝ごはんになっちゃいますね。あ、いやー楽しみ。確かにチーク塗った後にチーク菓子を作ります。パーン、はい、やっぱりワクワクします。ほい、わあ、かわいい。わ、私の大好きなチョコスプレーも入ってます。ワクワクする。そしたらまずはトレーを切ることから始め、すごい、ちょっと待って、よいしょ、置いてコーンが入ってます。多分こういうソフトクリームとかを作る用のが入ってます。すごい。あ、ちょっとハサミを取ってきます。よいしょ、ちょっと待っててください。よいしょ、よいしょ、あ、足が、よいしょ、切ります。ここですね。ほい、切ってコーンを立てる。わあ、これにもしかして、あ、ちょっと手振って。したらコーンをここに立てます。え、すごい、お菓子屋さんだこれは。すごい、かわいい。でん、
たらちょっと待ってね、ちょっと一旦整えさせてください。はい、そしたらウエハースを切る。このタルトっぽいのもあります。そしたらウエハースを3等分に切る。ちょっと切ります。おう、この上で切るってことですね。えいえい、ちょっと待って、切れました。なんかちょっと等間隔で切れなかったんですけど、まあ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 、はい、そしたらクリームを作ります。とバニラクリームの素、うん、この粉を、バニラクリームの素を入れてカップ1杯の水を入れる。わー、これ開ける瞬間もドキドキな。はい、ここに入れます。うわ、バニラだ、匂いが。入れます。うん、そういえば最近朝配信するたびに皆さんの朝ごはんを聞いているんですけど、今日はまだ聞いてなかったです。皆さん今日は何を食べましたか？パン、朝からうまかっちゃうんですか？いいですね。まだ食べてません。おお、なるほど、これから食べるですね。チキンカレー、ハムエッグもいいですね。よいしょ、したらお水を入れます。水を入れてこれに入れます。はい、したらよく混ぜます。混ぜ混ぜ。うわ、これからフルフルの明太フランス食べに行く。最高だ。私今まで、あの、まだフルフルの明太フランス食べたことがなくて、なので食べてみたいです、とっても。混ぜる混ぜる。お、タワーが、ではタワーが立っていますか？どうだ、ん、おはようございます。ね、お城が立っております。おはようございます。アップルジュース買ってきました。おお、お揃いですね。タワーが立っている、お城のタワー。どなたからの、あ、あった、 MJ ジュンヤさん、タワーありがとうございます。タワーなんとはもうメイクしたてなのでありがとうございます。よし、そしたらいちごのクリームの素を使って、よいしょ、いちごクリームの素、これだ、これを使います。入れます。何色なんだろう、ピンクかな、いや白だ。あ、
たらコップ一杯の水、これね。博多酢のあんパン食べたことありますか？美味しいですよ。食べたことないです。あんパン大好き。なんか最近あんパンが好きになりました。なんか前までちょっと大人の味、あ、間違えた、大人の味だなって思ってたんですけど、なんかあんこが好きになって食べております。よいしょ。見てください、見えるかな、ピンクです。水を入れたらピンクになりました。混ぜます。うん、はい。チャンスを前にして、はいはい。なに、匂いがイチゴです。何をビビってるの、成功の秘訣なんてがむしゃらしかない。スタートできました。ソフトクリームの素が2つできました。いいぞいいぞ、いいスピードです。そしたらクリームを絞り袋に入れよう。絞り袋までついています。これを折り返し線まで裏返す。こういうことかな。おはようございます。チーク菓子を作っています。いますよ。しったら折り返して絞り袋ですね。折り線を打って指に広げながらトレイの中に入れます。こういうことね。ちょっともう一回手振ると、ただ折り線を折って これをトレイに入れる。こうか、入れて2つのクリームを絞り袋に入れます。もうそこまで来ました。以上、クリームを右と左に分けてみよう。なるほど。じゃあまずいちごクリームを左に入れます。頑張れ頑張れ。よいしょ。ちょっと結構あれですね、弾力しっかりなんかしていますクリームは。よいしょ。おはようございます。しょ、しょ、よし、はい。したら一度ティッシュを拭いて、次は白のクリームを、バニラクリームを塗っていきます。仕事行ってきますね。頑張ってください。ありがとうございます。見てくださって。なんかちょっとでも配信見た後に、今日も頑張ってみるかって思えてくださっていたら嬉しいです。ちょっと待ってくださいね。ここの工程はパッと終わらせたい。ほい。よし、できました。絞り袋に2色入りました。そしたら袋を元に戻す。そして袋の上から下に寄せる。混ざらないかな。あ、え、見て見て見て、いい感じ。
くになってます。すごーい。クリーム袋を絞り袋の下に、袋の上の方をねじります。ん？どういうこと？ねじる。これをこうやってねじります。え、すごい、本当にパティシエになった気分です。そしたら、え、ここをハサミで切る。ここを切ります。えい。そしたらいよいよコーンに入れます。ドキドキ、いきます。ドゥルン。お、できました。え、すごい。待って、できたよ。 置いてもう一個も、もう一個も作ります。いきます。したら、このタルトケーキ、タルトの中にクリームに、なるほど、いきます。ちょっと待ってくださいね。なので下にして絞って、良いです。たら、ちょっと待って、これ合ってるかな。はい、タルトができました。すごい、ちゃんとできました。そしたら最後にミルフィーユを作ります。さっき最初にあのウエハースを切ったんですけど、それで、あ、大阪のターさん、クマ10連ありがとうございます。クマクマ、ちょっとこれと一緒にありがとうございます。え、大成功なのですが、もう一回拭いて、ウエハースにミルフィーユを作っていきます。次はこういう細かい作業好きなので、はい、一層ね、はい、次、二層目、もうこんなポンポンってできちゃう。ラスト三層目、ちょっと形はいびつですが、ミルフィーユできました。え？すごい、できちゃいました。ということは、うわ、お皿持ってこようかな。ちょっとお皿を持ってきます。少々お待ちを。おいしょ、バイバイ。よいしょ、いやー、ちょっと足がしびれちゃった。よし、戻りました。よいしょ。そしたら盛り付けてみます。大成功です。あ、ちょっと、もうクリームを使い切ります。いい、よし、こうして、ミルフィーユ、よし、ちょっと待ってくださいね。見てください、でーん、完成しました。わーい、
ちらがまずソフトクリームですね。ソフトクリームでタルト、そしてミルフィーユです。キャー、ちょっとスクショタイムしますね。いきます。なんか息を吸ったら息を吸ったらお腹が鳴ります。ほら、ちょっとやめてよし、いきました。あ、チョコスプレー。あ、というよりあのね、あのですね、なんとチョコスプレーとチョコもあるので、くぼみまで水を入れます。なるほど、少々お待ちを。今はチョコソースを作っております。こんぐらいかな。これ、おいしょ、これで、いきます。あ、チョコだソース入れました。もうチョコの匂いがします。混ぜます。すごい、チョコになってきました。すごい完成。そしたらこれをデコレーションします。じゃあまずソフトクリームの端っこに、片側にチョコをかけてみます。でーん、こういうことですよね。こういうことだ。そしてタルトの中心にも入れたいと思います。入れます。ん？ちょっと技術が、はい、こんな感じ。最後にお待ちかねのチョコスプレーをかけていきます。どこだ、あった、この子をかけます。ん、ふん、おはようございます。これをタルトにかけます。お、いい感じです。ソフトクリームにもかけます。あ、そろそろお仕事行ってきます。頑張ってください。ありがとうございます。見てください。これにもかけます。でーん。よいしょ。よいしょ。はい。ということで。しました。やったー、パチパチパチ。これがもう朝ごはんですそれではいただきたいと思います。手を拭いて。それではまずチョコ入りのソフトクリームから
いただきます。かわいい、いただきます。うん、最高です。美味しい。じゃあタルト食べてみます。いただきます。なんかちっちゃいのであまり罪悪感がありません。いただきます。これは優勝です。うんふん、最後にミルフィーユをいただきます。チョコスプレーをかけていただきます。お、うん、うんふん、最高だ。味違う、味は正直全部一緒なんですけど、でもなんかやっぱり見た目が違うと、あ、これ次はタルト食べるんだとか、次はソフトクリーム食べるんだとか思って、すごい楽しめます。そう、ウェハースとかこのコーンとかもサクサクしてて美味しいです。とってもお仕事頑張ってください。美味しい、いや美味しいです。これびっくりしちゃいました。ちなみにカロリーは112キロカロリーです。今日のリハーサルで消費していきたいと思います。美味しい。え、最後の1個寂しいな。ちょっとチョコをかけます。私はチョコがある方が好きです。いただきます。うん、最高です。朝からこんなに幸せなね、よし、45分。おお、すごい。今日はメイクも早く行ってお菓子作りも早く行きました。すごい、やった。朝5時半から始めたんですけど、朝からね、今の時間帯までたくさんの方が遊びに来てくださってて、とっても嬉しいです。ありがとうございます。今日も仕事頑張ります。本当ですか？よかったです。それが何よりです。ありがとうございます。コッペが配信でザワちゃん頑張れって言ってたよ。うん、ココッペありがとう、優しい。ありがとうココッペ。ね、そう、今日早起きして、もう最初はすごい寝起きみたいな感じだったんですけど、なんかだんだん本当に目がバッチリね、目が覚めました。ね、みんな優しいです。とっても
ね、なんか5時半から始めてもう2時間、え、もう2時間も経ってる、びっくりあっという間でした。ザワちゃんは朝アラーム1回で起きれる？私は起きれないですね、1回でなんかだいたい3回目ぐらいでちょっと目が覚めてきて、でもまた寝ちゃって、で5回目ぐらいでようやくあのスマートフォンをこうやって持ってきてアラームを止めてってします。朝から頑張れそうです。配信ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。よかったです。そう言っていただけて。またアラーム鳴らないかな。もうアラーム全部消しました。そう、5時45分から5時45分に起きて、ん ?5 時40分に起きて、で、アラームは6時まで、じゃない、5時半までセットしてたんですね。で、6時半は、なんで6時半にアラーム鳴るんだろうって思ったら、なんか毎週月から金曜日に設定してるのが鳴ってました。気を抜いてました。本当に。私、あの矢沢にこちゃんのアラームは、まあ、あのメンバーで一緒に寝た人しか知らないので初めて皆さんにバレちゃいました。配信通知音がアラームでした。わあ、そうなんですね。朝早くからありがとうございますね。次は9時半から10時の30分の枠です。夜なのでまたぜひ、ちょっと暇かもなってなったら遊びに来てください。思ってもないタイミングでカミングアウト、本当にです。油断は大敵ですね。油断大敵。ここで私のおすすめのお菓子を紹介します。チーザです。チーズより2倍旨味が濃い。なんかこのチーズの後ろになんかおすすめの調理方法みたいなの書いてて、なんかチーズを10枚前後アルミホイルにのせる、そしてオーブントースターで焼いたら出来上がりっていうのを作ったことあるんですけど、なんか本当に焼きたてのチーズであったかくて美味しいです。ぜひ食べてみてください。ココちゃんも買ってたよね。そうなんですよ、ココちゃん、あの一緒にタクシー乗ってる時にココちゃんにチーズを一緒に食べようって言って一緒に食べたらココちゃんがハマって、で次の日買ってました。わーい、布教成功です。仕事行ってきます。頑張ってね。ありがとうございます。お仕事頑張ってください。やった。仕事早く終わらせて夜配信見れるように頑張るね。ありがとうございます。でも無理せずでお願いします。もう気持ちだけど嬉しいのでありがとうございます。わー、なんか皆さんって本当に優しいありがとうございます。そう、青い空、ラーはラッパのラ、おはようございます。さあ歌いましょう、ドレミ。ね、そうなんです。なんか初めあのだんだんとあの枠3位に近づいてきていて嬉しいです。始める前は多分結構差があったんですけど、なんかありがとうございます。残り1日今日と明日なので、そうですよね、なのでちょっと最後まで一緒に楽しめたら嬉しいです。
ありがとうございます。皆さん本当にもうなんか感謝してもしきれないくらい本当にありがとうございますの気持ちでいっぱいです。レギュラーモデルを目指して頑張ります。いいわ伊沢美優。なんかドレミの歌でメンバー分作れそうですね。あーわどうしよう、あーわ50音分でなったら結構なあの量ですね。秋吉岡さんって言おうとしたんですけど、ちょっと先輩なのでこんなことに名前を出していいのかって不安になっちゃいました。いいわ伊沢美優、伊原はんな、石松ゆいなあとは伊がいっぱいいますね。浮き星は、うん、青木ひな子ちゃんのあー、あきさんのあー、う、あ、いぶきさんのいい、うん、あ、いくのいいわ、いくのりなのいい、ではレイヤ姫すごい語呂がいいですね。さあ歌いましょう、ドミミミス、あ、今何でしょう、53分キャーよいしょ。なんかあのずっと気になってたことがあって、あのなんかこうショールームに来てくださる方のアバターでなんかオリジナルメンバーさんのオリジナルのアバターがあるじゃないですか。それってなんかどういうなんか条件で作れるんですか？実は気になってました。なんか皆さんそれぞれのアバターを使ってらっしゃって、でも可愛いなって思って見てたんですけど、よいしょ、ちょっと体操座りします。よいしょ、連続配信とかイベント、ああなるほど、記念イベント、毎日配信、アバター配布イベントがあったり、毎日配信で、あ、1年間したらもらえるんですね。なるほどね、私もアバター作ってみたいですね。なるほどなるほど、ありがとうございます。なるほど、そうやってオリジナルのアバターが作られてるんですね。以上、ありがとうございます、教えてくださって。じゃあそれでは5分前なので、ランキングを読ませていただきたいと思います。13位コンタちゃんさん、ありがとうございます。12位シンさん、ありがとうございます。11位つよし12秒さん、ありがとうございます。10位ビションポップさん、ありがとうございます。9位コニュマさん、ありがとうございます。8位ゆきさん、ありがとうございます。7位ランニングマンさん、ありがとうございます。6位カニカマポさん、ありがとうございます。5位リュウキシポンポン丸さん、ありがとうございます。4位ユースキーさん、ありがとうございます。3位 MJ ジュンヤさん、ありがとうございます。あと2位は大阪のターさん、ありがとうございます。1位はウォンさん、アットマーク香港さん、ありがとうございます。はい、ということでありがとうございました。見てくださって5時半から2時間半ですね、2時間半も約1公演分配信してきたんですけれども、まさかこんなにたくさんお話しして、アラームの音がバレて
こんなにあっという間に終わると思っていませんでした。楽しかったです。ありがとうございました。それではまた、夜の9時半にお会いしましょう。いやー、ありがとうございました。ちょっとツイッターの投稿するのが8時までなので、それの2分前には終わりたいなと思うので、あと1分ちょっと歌おうかな。何がいいかな。初めての星みんなで見ていた。いつか誰かから聞かされた星。長い長い道のりだった。この場所に来るまで自分が描いた幻かと思った。だけど不思議なことに苦しくはなかったよ。空を見上げ歩くってこと嫌いじゃなかったんだ。なんで私たちは信じたのか。いつまでも見えないような存在をこの世界のどこかに奇跡探していた。どこかで初めての星ここから見えるよ。思ってたよりも眩しかったね。熱い雲に覆われてたり雨が降ってて隠れていた。でも諦めなければ必ずチャンスはあるってことさ。ありがとうございました。また夜にお会いしましょう。